26日から出してあるようなことホームページ書いてあった。上にここに由緒が出てるよ。歴史758年からできてんだって。ラなんだな、シーラーギのラだ。うん。四季市ってあの渡来人の町だって書いてある。こっちもなんかある。なんかもうちょっとなんかお祭りしたのがあるんですか。あ、富士山があるんでしょ。そうそう、富士山もあるし、なんか、千の輪くぐり正面から千の輪を左に、左に、あ、もうちょっとくぐる。左に曲がって、ここ、今度はまたくぐって右へ行く。神殿に向かってくる。で、今お祭典に。これ閉まってるね。ここなんか入れ行きだ。富士山は行かなくていいの？うん。え、これは何が出てんの？これは。お、9号目。9号目。あ、頂上。やっと来たよ、頂上で。ここもあれだ、頂上は浅間神社なんだ。ああ、富士山。ね。すごい。いや、でも立派な社だね。うん。奥にもあるんだね。Thank you.
巡りってのがあるんだ。の人ね、うん、7日の申し込みしてたよ、これで、このパンフレットもらってたそうか、うん、わざわざ来る人いるの、うん、人がさ、でもね、ここはね、あのやりたい人が来るんだけど、他の神社はね、強制的だからね、教会通してやりたくないって言ったわけにいかない全員。こっち入れてきた。ここは湧水の井戸なんだ、ここで、中が湧いてるんだ。だからこういうもついた、人形って書いてあった。これが清流寺観音院っていう時だ。ああ、そうなんだ、お寺だったんだ。清流寺観音院。ああ、そうなんだ。これが井戸なんだ。それは出てたわ、ブログに。ここだったんだ、井戸は。うん、はあ、で、池があるって書いてあった。ペコリンコ。ちゃんとお社が見えて、